岩壁に経留された海上自衛隊のサム後方からの写真自項式館王総会具はスウェーデンのカールスクローナが開発した総会用の無人水上艇。海上自衛隊では遠隔操縦式総会具として採用された。サムは発泡プラスチックが充填されたガラス繊維強化プラスチック製のフロート2個の上に18、6.1メートル台のアルミニウム合金製の桁を 化した構造となっている。喫水は0.7メートル、推進機部分で1.6メートルである。ボルボ、ペンタタムド -70D ディーゼルエンジン1機を搭載しており、最大8ノット、航続距離330回りを発揮できる。総海海域では総海管制定からの無線操縦によって行動するが、安全海域での移動などでは、友人で航行することもある。線では、 主として、観王総会を担当しており、磁気総会具は内蔵式、音響総会具は栄光式として装備している。また総会済み水路を表示するために発揮の位置表示部位を搭載できる。スウェーデン海軍では1983年から1986年にかけて引き渡しを受けた。またその後、エアクッション艇として再設計されたサム2も開発された。 アメリカは湾岸戦争中にサムを使用していたこともあって1993年より共同開発に着手したが1995年に脱退した。現在ではエアクッション艇ではなく初代サムを拡大した構造のイナス3が開発されている。当初、海上自衛隊では零3中規模の期間中に小型総海艇が全て除籍時期を迎えた後は 中型総海艇が侵入できないような、国戦海域の総海機能については、総海ヘリコプターと水中処分隊に一任する方針としていた。しかしその後、1991年の自衛隊、ペルシャ湾派遣での総海作業の教訓から、MSB が備えていたような10メートル以前の総海機能を引き続き維持する必要が認められるようになった。 1992年頃より、海上幕僚幹部防衛課において、兵力のあり方の検討が開始され、1994年秋頃には、MSB の代替兵力として、無人総海軍を導入するという機種選定が終了した。これに伴い、従来は、クレ地方隊の下で、MSB を運用していた第101総海隊は、別枠として総海隊軍の霊化に移されて、 サムの運用部隊として再編されることになり、また旧式化した総改定がサムを完成する総会完成艇として配備されることになった。ただし、霊山中規模の原計画にないサムを導入するにあたり、内局では特段の施設整備及び維持管理体制を必要としないという条件をつけたが、実際には相当の作業が生じて説明をれと、 相まって維持管理を担当する部隊に混乱を生じた。なお導入後、使用時以外は揚陸させて維持整備することが検討されたが、当時は揚陸場所の候補とされたクック整備場の会場そのものが地域住民の反発を受けていたこともあって実現しなかった。その後、老朽化、陳腐化に伴って運用は縮小されていき、2020年10月1日に、 第101総会体は解体されてサムも退役した。ありがとうございます。